はいどうも皆さんこんにちは。本日もポケットモンスタースカーレットバイオレットをやっていきましょうか。そしてついにルールが変わりましたね。新たなシーズンが開幕いたしました。これどういうことかというとランクバトルでございます。皆さん待ちに待ったパラドックスポケモンの一部がようやく解禁となりました。一方で純伝説級のポケモンに関しては解禁されておりません。まあこちらに関しては段階的に解禁されていくことになるんで、まあ、仕方ないところがあるかと思いますが、まあ、とりあえず、ね。よかったね。それなんだよ。ようやくパラドックスがやってくるのかみたいな。まあ、今作の目玉だからさ、まあ、ようやくって感じがするけど、まあ、ありがたい話ではありますよね。まあ、そういったところで今日の動画、早速やっていきたいわけですが、またまたトピックスがいくつかございますので、順番に紹介していきましょうか。で、中には、非公式の情報だったりとか、まあそういったところも含まれるんで、そこのところはご了承くださいと。では早速やっていきましょう。そしてその前に、もしよろしければチャンネル登録、そして高評価、ポチッとお願いしますね。さあ、まずこちらのツイートから見ていきましょう。発売中、公式攻略本、ポケットモンスター、スカーレットバイオレット、公式ガイドブック、パルディア図鑑完成ガイドっていうところで、まあ年明け前にもですね、一部の公式ガイドブックが出ていたんですが、まあ前編後編ってわけじゃないんだけど、一応今回ですね、完成ガイドっていうものが別途発売されました。いやーよかったね。ようやくかってところなんですが、まあこれの内容っていうのが、ポケモンの生態がわかるパルディア図鑑だったりとか、あと図鑑完成のコツがわかるガイドを収録であったりとか、購入特典の経験飴 S、こちらが100個ですね。なんと、ついてきます。まあ、公式限定配布って感じですね。ただ、あくまで、これ、購入特典となっておりますので、購入しなければですね、こちらゲットすることができませんので、そこのところは注意、お願いします。ただ、このゲームですね、発売してから、もうなんだかんだで、2ヶ月半ぐらいか。まあ、そんぐらい経ってるわけなんで、このタイミングで、経験飴 S、100個もらったところで、どうしようもないかもしんないけど、まあ、一応公式限定配布となっておりますから、まあ、ぜひね、皆さんもこちらこぞってゲットしていただければと思います。ちなみにこちらですね、784ページ、オールカラーとなっておりまして、まあ、非常にボリュームがある、分厚い攻略本となってます。なので、まあ、攻略本ですね、まあ、もちろんポケモンの攻略するにあたって、まあ非常に重要なウエイトを占めておりますが、見ているだけでもかなり楽しめる内容になってるから、まあ値段がちょっとね、そこそこ高いんだけどさ、まあ買っといて、ね、ポケモンファンであれば損はないかと思いますので、ぜひこちらご認識お願いいたします。で、あとはですね、これ、ダウンロードコンテンツの待ち時間は長いかもしれませんが、幸運なことに、アーティストがそれを少し楽にしてくれてますっていうところで、まあこれですね、パッと見だと、新たなポケモンカード、拡張パックが出るのかって思ったかもしれませんが、違います。うねるみなも、まあちょっとポケモンの名称がどうなるかっていうところはわからないんだけど、なんかめっちゃよくできてはいるんですが、これですね、なんかアーティスト、まあデザイナーさんが作られたものみたい。なので、まあ、公式のものではないし、まあどういった効果とか、どういったものになるかわかりませんが、まあ、こういったものがね、今、出回っておりますが、まあ、こちらですね、残念ながらさっきも言った通り、デザイナーさんが独自で作られたものなので、間違えないようにお願いします。ただまあ、かなりよくできてるよね。こんなのツイートで出回ってきたらさ、お、マジでやってくるのかって思っちゃうけど、まあ、そういったわけではないので、そこのところはご了承くださいと。ただまあ、EX の割にはちょっとレベルっていうか、HP が低いっていうのと、なんかここもちょっと低いからね。なんかちょっと微妙なところがあるから、もうちょっと上げてもね、良かったんじゃないかと思いました。で、あとはこちらのイラストか。今こちらのイラストがね、かなり話題となっておりまして、まあそれこそいいねの数であったりとか、インプレッションの数も、まあ相当増えてきている状況なんですが、下手するとインプレッションがこれ10万とか20万とか超えてくるんじゃないかと、まあそれぐらい話題の作品になっているんですが、これですね、一見するとガブリアスのパラドックスじゃないかって思うかもしれませんが、残念ながらこちらに関しては、ガブリアスのパラドックスではなくて、そう、ガブリアスのパラドックスではないんですよ。
これはまあファンアートとなっているんで、まあ、もしかするとダウンロードコンテンツで確かにまあこういったポケモンが出る可能性っていうのも考えられはするんだけど、ただまあ可能性の問題なんで、まあちょっと難しいんじゃないかなっていうところですね。まあただ確かにこういったなんかパラドックスが出たら嬉しいけど、ただこれ未来か過去かって言われると正直わかんないよな。まあイメージ的にはなんか過去って感じがするんだけど、果たしてどうでしょうか。ただ確かにガブリアスってさ、まあすごい人気なポケモンではあるんで、で特に今回ですね、ボーマンダのパラドックスが出たからさ、じゃあガブリアスも出てもおかしくないよねっていう話なので、まあこういったポケモンがね出てもねおかしくはないと思いますから、まあ今後ダウンロードコンテンツに出てくるポケモンに関しては公式から告知があるかと思いますので、まあそれ待ちではありますけど、非常に楽しみな点ではあるのかなっていうところですね。であとアニポケか、そうアニポケね、またまた放送されました。昨日のアニポケはみんな凍っちゃった、まだ見ていない方はっていうところで、まあかすみとたけしがね相変わらずいるっていうところで、まあすっかりねなんか初代のポケモンに原点回帰しているわけですが、気になる方はですねぜひこちらご覧くださいと。で今ですねアニポケの中でメザポケっていうパートが今やっているわけなんですが、ただこのメザポケに関してはあともう少しで終了となりますね。全11話となっておりまして、で気づけばこれで確か第4話じゃなかったっけ、合ってますか。多分これで第4話目だった記憶があるから、まあ残りあと本当に7話で、4月の確か11日からね新たなパートというか、まあ主人公がね交代となるので、サトシも残りね本当に残りわずかとなってるんで、もしねサトシが好きだぜっていう方、あと昔のアニポケが懐かしいっていう方は見ていただければと思います。で期間限定ではあるんだけど、このアニポケに関しては YouTube 上でもですね一部公開されておりますので、もし気になる方はぜひねこちらご覧いただければと思います。最強の月光河とはバトルしましたかっていうところで、最強の月光河がまたまたやってきます。で次回の祭壇に向けて対策をおさらいっていうところで、なんかスカイみたいな感じになっちゃってんだけどさ、まあ最強月光河っていうところでまたまたですねこちらのポケモンやってくることが決定しております。で2月10日からやってくるので、ただ一方で技構成であったりとかステータスっていうところは全く変わっておりませんので、まあダストシュート、ハイドロポンプ、冷凍ビーム、辻斬りっていうところで、まあこれのその対策ポケモンっていう動画もね別途投稿してるから、ぜひねそちらの動画もご覧ください。まあ結局シャワーズとゴルダックがね最も強いんじゃないかなと思いました。まあ、すでにね作ってる方が多いかと思いますので、まあ、特にプラスアルファで何か対策しないといけないとか作らないといけないという要素はないから、まあ、適時ね楽しんでいただければと思います。であとポケモンセンターオンラインでフィギュアコライドン、フィギュアミライドン、こちらの注文受付中というところで、ポケットモンスタースカーレットバイオレットに登場するスカーレットブック、バイオレットブックをイメージしたデザインの台座だよっていうところ、期間は3月6日月曜日23時59分までっていうところで、こちらどうやらですね受け付けておりますので、もし気になる方はねぜひご覧いただければと思います。なんかこれに関してはモンスターハンターと同じような感じですよね。まあかなりよくできておりますので、ただフィギュアってさめちゃくちゃ高くて、確かモンスターハンターの時はね2万2000円とか2万5000円とかそんぐらいしなかったっけ。いや結構高かったんですよ。で自分もですね今これ頼むかどうか迷ってるところではあるんだけどさ、ただ結構いい値段しそうな感じがするから、まあもしね気になる方いたらぜひねこちら見ていただければと思います。ただまあ言ってもまだ期間限定っていうか、まあ期間はあるから、まあ、3月6日までなんで、まあまあまあゆっくりと構えておいたらいいのかなっていうところですね。まあそんな感じでしょうか。フィギュアのコライドン、フィギュアのミライドンか。いやー来るよフィギュアが。けど結局なんかこれさ後々になってからプレミアついて、なんかメルカリとかあとはフリマアプリとかでなんか結構高額転売されてそうなイメージがあるんだけど、どうなんでしょうかね。ただなんかこういった作品ってさ後々になってからさめっちゃ価値出てくるから、まあ結局なんかさ見た目の値段ってめっちゃ高いかもしんないけど、後々になってから得するみたいな、そういったパターンが多くなるかもしれません。まあそういった感じでございます。まあ他にもねちょっと色々語りたい内容があるんですが、今日のところはこの辺りで終わっていきましょう。いやーけどポケモンスカーレットバイオレットもいよいよ佳境に入ってきましたね。まあやることとすれば本当に冒頭でも言った通りランクまであったりとか、あとはやっぱり限定レイドバトルっていうところなんで、
まあそれに加えてダウンロードコンテンツが出たら、まあそれをやっていくって感じか。いやけどダウンロードコンテンツ早く出てほしいよね。まあ発表すらまだだからな。まあ今月中にはさ、98% ぐらいの確率であると思うけど、ただ待ち遠しいからさ、早く来てほしいという気持ちはやっぱりありますよね。はい、まあそういったところで今日の動画はこの辺りで終わっていきましょう。まあ、ポケモンの外伝がね、別途発表されるんじゃないかという話もありますが、結局なんかポケモンの外伝ってさ、外伝なわけだから、やっぱ本編がね、いいよね。はい、まあそういったところで終わっていきます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後に高評価をよろしくお願いしますね。ではまた。